日常運動食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらグリコのお菓子6品を食べたいと思います。どれも美味しそうだな。で今まで見たことないやつばっかり。というわけグリコの話で言うとポッキーとかプリッツとかレビューしたことあるんですけど、ではまずこちらのビスコの香ばしアーモンド。ビスコは何種類かレビューしたことはあるんですけど、これは初めてですね。では中身はどうだったのかな。おお、崩れちゃってた、崩れちゃってた、ちょっと残念かも。でもまあ美味しそうですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはコロン大人のミルク。これコロンはあれレビューはしたことあったのか忘れましたけど、食べたことはもちろんあります。大人のミルクちょっとミルク感濃いめ、甘さ控えめなのかな。で、そう、大人の何々ってそういうの多いですよね。あ、それは個人的なイメージか。ではいただきます。続きましてはこちらフレンドベーク。これ職場で見たことあるんですよね。でその時どんなものかね気にはなっていたんですが、今回こうして食べることができて嬉しいです。で中身はおっと、なんかシンプルなチョコチップクッキーって感じがします。ベーカリー、つまり焼いてるってことなのかな。ベーカリーに行くとパン屋を想像するんですが、それとは絶対違いますし、まあ死の子の山に食べるですね。ではいただきます。はい、続きましてはカルジャガー。こちらプリッツとかとはまた違うのかな。見た目似てるようなパッケージなんです。ああ、でも模様とか違うか。どちらかというと細長いじゃがりこみたいな感じです。まあそれはカルビーズの商品なんで怒られそうですけど、ではいただきます。はい、続きましてはこちらカプリコの、カプリコってあのアイスクリームみたいなお菓子ですよね。それの上の人だけを集めたってことなのかな。おお、個包装、いや個包装とは違うか。なんかちょっと思ってたのと違うな。そして取り出すのに一工夫必要と。はい、こんな感じになってます。頭と5つ下も一応ありますね。ではいただきます。はい、ラストはこちらグリコのアーモンドグリコキャラメル。これも結構キャラメルは、まあ、いっぱい入っていて一粒一粒楽しんで食べるものだと思いますし、ちょっとまとめて食べるには向かないので今回は一粒だけね、残りはまた私的な部分で食べたいと思います。先に予告しておきますね。それというわけで、では代表者オープン。はい、シンプルなキャラメルですね。この中にアーモンド入ってるのかな。ではいただきます。変わり種フレーバーも多いから結構いろいろ楽しめてるんだけど、その中でもやっぱり大人の味わいが今回は一番ですね。あ、最初に食べたこちらのビスコの香ばしアーモンドはその名の通り香ばしいアーモンドの香りが口の中にサクッとしたビスケットのあと同時に広がってきて、通常のビスコとは違うちょっと大人の味わいがありました。で続きましてこちらコロン大人のミルク。こちらもやっぱり思った通りミルククリームが濃厚で大人の甘さといった感じの商品でした。でココア&チョコチップのフレンドベーカリーはちょっと分厚めで噛み応えのあるクッキーがザクザクとした食感を、音を口の中で奏でてくれてとっても美味しかったです。でこちらのカルジャガはやっぱり先ほども申し上げた通り、まだ他のメーカーさんの商品出して怒られそうですけど、じゃがりこを細長くしたというかプリッツと比べてもじゃがいもの味、食感が強いお菓子でしたね。本当に軽くサクサクと食べることができたので、じゃあプリッツよりもじゃがいも感を求める方はこちらの方がおすすめです。でこちらのカプリコの頭はちょっとカプリコのさっくりとしたものを想像したんですが、それとは違ってどちらかというとチョコレート菓子でねっとりとしていましたね。濃厚で甘酸っぱくて美味しかったんですが、ちょっと出すのに一工夫あって手間がかかるっていうのが残念でした。こういうお菓子はサクッと食べられるのもいい方法だと思いますので。でこちらのアーモンドグリコですが、これもアーモンドが思ったほど感じられなかったですね。少なくとも先ほど出したこちらのビスコよりは劣っている、そんなふうに思いました。キャラメルとして美味しくはあるのですが、思ったほどじゃないかということでちょっと残念でしたね、こちらは。というわけで今回この中では一番のおすすめはこちらクリームコロン大人のミルクで、こちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。グリコのお菓子いろいろ美味しかったです。それでは
建国記念日、仏も祝うや今日ここ仏様も祝う建国記念日、嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。